もう10分過ぎたんでね。だから、Joe Biden's China policy will be a mix of Trump's and Obama's. America's next president will throw fewer wild punches. まあ、この言葉の通りですね。だから、トランプとオバマのミックスがそのバイデン政策ですよと。で、ただ違うのはね、トランプみたいに、ワイルドパンチは出さないよということですね。これ結構面白い内容でね、Early in his campaign for the presidency, Joe Biden rejected the notion that China was much of a worry. だから中国はあんまり心配する必要のない、心配するというノーション、考え方をバイデンはリジェクトした。大統領の選挙の時にね。He argued that no leader in the world would trade the challenges facing China for their own. だから彼は議論したのは、世界のリーダーでね、彼ら自身のために、リーダー自身のために、中国に対して、挑戦する挑戦する人はいない、指導者はいないと彼は言ったと。China's going to eat our lunch。これは実はね、この言葉そのものはね、トランプのなんだっけな、2016年に彼が勝った時の演説にこの言葉はそのまま言ってるんですね。要するに人のランチを食べるってことは相手をめちゃくちゃやっつけるという意味でトランプが言ってるんですか、演説の中で同じ言葉で。彼は中国がお前のランチ食べるって冗談じゃないよって言うんで、バイデンは言ってカモンメンって言ってるんですよ。でスコフトっていうのはこれはですね、とバカにしたように言うってスコフト、僕は知らなかったこの単語。 I mean you know they are not bad folks。 中国は悪い連じゃないよ、フォックス。悪い連じゃないよ。これはね、すいません、これ、何の音ですか、これ。何の音？ノイズ？ノイズする？聞こえます？おかしいな。ノイズしてないはず。あれ？あれ？あ、これね、誰かがね、スピーカーオンにしてるからね、ハウンドしてるんです。いい？あ、これで大丈夫ですね。うん、OK、大丈夫。But, guess what? で、何か想像してよ。There's no competition for us. これね、no competition for something と熟語でね、何か他のものと比較することができない。ここではそうです。その次。競合するとさえ考えられない。だから、ここで言ってるのは、税というか中国ね。中国は我々と競合するとさえ考えられないという、そういう意味です。They are not competition for us。 これちょっと変わった言い方ですよね。これ熟語なんですよね。コンペティションって英語でしょ。 They are not competition。 だからこれ、競合する対象に値しないって言ってるんですよ。あ、そうそう。ですからこれね、名詞なんだけど熟語なんですね。 They are not competition for us ということです。競合するに値しない、あなた言った通り。He was speaking in May 2019, 2019年の5月に言ったんですね。で、tempered by his contest with Donald Trump。コンテストと競争ね。tempered はこれは鍛えられたと。だから、ドナルド・トランプといろいろやったんで彼鍛えられたと、ね。おかげで、who tried to rally support by highlighting the threat。Posed by China、 中国によって示された脅威をハイライトすることによって、ラリーサポートフォート、支持を呼び集めるというんですね。支持を呼び集めると、トランプはそうしたわけですね。で、だからミスター・バイデン now avoid such words。 だからバイデンはそうした言葉を今現在下げてますよと。で、by as president、 大統領として、Will his policy toward China be very different from Mr. Trump's? だから彼 の中国に対する政策はトランプとすごく異なっているのかだろうか。He had yet to spell out his plan. まだ何も言ってないんだけど。But he will throw fewer wild punches. まあ彼はトランプみたいに
あの強烈なパンチは出さないだろうと。どういうことかというと、あの非難しないしない非難非難し非難し批判しないだろうと、そんな意味ですね。で、ミスター・バイデンの political rivals attacked his remarks in Iowa City, accusing him of being naive about China. このナイーブってね、よく間違えちゃうんですよね。あの、繊細なじゃないんですね。あの、世間知らずのとか、単純なとか、騙されやすいとか。まあ、ここではお人よしのって意味ですね。あの、で、ここでね、あの、バイデンズ、ポリティカルライバルズって言ってるんですよ。ライバルズ。誰だかちょっとわかんないんですけど、性的ですよね。あの、アイオワシティで何かやったんですよ、きっとね。何、どういうイベントやったかも調べてませんけど、アイオワシティでやった彼のリバークスに対して、あの、バイデンのね、性的たちが彼の、あの、言ったことを抗議したと。どういうふうに中国について、あの、押し強すぎるというふうに責めたと。まあそうなんですよね、実質的にはね。Even some of his own advisors。これね、うん、ナイーブって単なるお人よしじゃないんですよ。だから騙されやすいとか、世間知らずという意味なんですよ。まあだから、その、考えが浅はかだという意味です。お人よしで合ってる、ここでは合ってるんですけれど、要するに、まあ、単、なんていうんですかね、要するに、世間知らず。だからここに大橋ね、ここにいっぱい書いたでしょ、訳を。これがナイーブなんですよ。で、ナイーブって日本人はね、繊細になって誤解してる人多いんだよ。日本語では外来語でそういうふうに誤訳してる。そうそうそう。そう、僕はよく間違えるんで、このナイーブはね、意味が違うんです。いいよね。あまりにもまあ純粋、若者だからとか。ああ、そう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 。ね、そう、あの未経験、まだ無知未経験だからってことですよね。そう、世間知らず。社会に生まれてない。そうそう、そうです。それでね、Even some of his own advisors were troubled。これもね、あの、日本人わからない文章なんですけどね。彼自身のね、アドバイザーって、あの、顧問団って僕は訳したりしてるんですけど、あれですよ、なんだっけな、英語では、日本語で何て言ったかな、アドバイザーって。忘れちゃった。まあ、顧問団でもいいんですけど、もう困った、困っている。困っているっていう意味なんですね。だから、別にその性的だけじゃなくて、身内も、あの、困ってる。バイデンの中国に対する対応に対してね。At a time、その時に、ミスター・バイデン was still bragging about. Brag っていうのはこれは自慢するって意味ですね。Bragging about the many hours he had spent with Xi Jinping when he served as Vice President under Barack Obama. バラック・オバマの時に彼は副大統領として習近平と多くの時間を費やしたんですね。について彼は未だ自慢してるって意味ですね。で、he is well remembered in Beijing of dropping in at the neighborhood eatery in 2011. See picture. 2011年の eatery ってこれね、僕も初めて見たんですけど、あの、軽食堂。中国の要するに小さな食堂ね。これ、ピクチャーってあったんだけど、これ、載せませんでした。めんどくさい。でね、あの、ネイバーで eatery っていうのは、まあ、その、近所のですね、付近の、軽食堂でドロップイン立ち寄った北京の。で、彼よく覚えてる。そうですね。で、he was also being less blunt about China's hard authoritarian turn under Mr. Xi. だから彼はね、less blunt っていうのは、これはあれですよね。blunt っていうのはね、思ったままのことを口にする。無作法で遠慮がなく思ったままのことを口にする。露骨なぶっきらぼうなって意味ですね。だから彼は、あの、中国のね、ハード、本当にひどいオーソリタリアン、専制主義、ミスターシ、えー、シシシシ習近平の元でのね、それについて彼は、あの、露骨な言葉を話していない。露骨な対応していないということですね。で、since Mr. Trump became
president in 2017. トランプは2017年に大統領になった。2016年じゃなかったかな。16年選挙して17年に就任式があったかな。And relations between China and America have become much more hostile. だから、まあ、関係はね、米中はもうよりホスタイル、敵対関係になってきたと。But Mr. Biden seemed stuck in the mindset of the Obama administration. だから stuck in the mind というのは、オバマの時の、まあ、気持ちというか、心の状態のままのように思われる。Which described its cooperation with China as unprecedented in scope. まあ、かつて前代、今までかつてなかったような範囲において、中国と協力体制を、Which というのはオバマ政権ね、持ったわけですね。During the campaign, 選挙の期間中にね、Mr. Biden had to be reprogrammed on China, says an advisor. アドバイザーっていうか、日本語で何て言ったっけな、顧問でいいんだけど、なんだっけな、まあいいや。それでね、中国に対して、バイデンは had to be reprogrammed っていうのは、再構成するって、そういう意味ですね。中国に対して対応の仕方をもう一回変えるなければならない。そういうんですね。で、back when dumpling made a difference。make a difference と違いを作るってこと。なんだっけな、熟語なんですけどね、ちょっと忘れましたけど、違いを作るっていう。dumpling の餃子ね。餃子が違いを、なんていうかな、違いを作るときに戻るっていうことだけど、ダンプリングって中国のこと、中国に対する対応の仕方。で、これは、差別を作るって、なんて言ったかな、ちょっと忘れちゃった。リベレス、ごめんなさい、ちょっと引いてみますね。うん。これね、日本語あるんですよ、ちゃんと。書いてあるかな？あ、あったあった、書いてある。重要である。影響する。違いを生じる。だから否定はね、重要でない。重要である。だから、ダンプリング、中国の餃子、中国のことは、重要だよ、ということに戻る。そういう意味ですね。It seemed to have worked. で、そのことって、これ前に言ったことですよね。だから、中国をもう一回ね、リプログラムしようと、やり直そうということ。It seemed to have worked. それは、働く、機能するように思われるというんですね。It seemed to have worked. Mr. Biden has since called Mr. Xi a thug. これね、ちょっと、と思いますけど、since、それ以来、バイデンは習近平を悪党と呼んだと。これ何でこんなこと書いてあるかというとね、次の文章でわかります。He has criticized Mr. Trump for praising Mr. Xi. ね、彼はトランプを批判したというのは、習近平をね、褒めたんですね、praise。トランプってね、習近平とかね、あとね、トルコのエルドアンとか、もちろんロシアのプーチンとか、ああいうね、専制君主みたいな人をね、好きなんですよ。For example, during the early days of COVID-19 outbreak. だからコロナがね、発生した一番最初の時に、トランプはね、習近平を称賛したんですね。And being indifferent toward, even tolerant of China's human rights abuse. それから、これはね、indifferent, 無関心。中国の人権に対して、ね、人権、虐待に対して無関心。いや、さらに言えばね、寛容だと言ってるんですね。で、彼はね、何度もね、ウイグルのやつに関心はないと言ってるんですよね、公に。それをここで言ってるんですね、インディフェレント。で、in August, his team accused China of genocide against ethnic Uyghurs in the far western region of Xinjiang。まあ、新疆のはるか西の方の地区 の, ウイグル
あの民族のウイグル人に対するジェノサイド。ジェノサイドって大虐殺だけど、まあ大虐殺してるわけじゃないんですよね。まあこれはあの、多分トランプが言ったのかな。いや、違いますね。ここの記者がそういうふうに誰かが言ったんですよね。うん、中国をせ、あの、彼のチームは中国を攻めた。あの、まあ、あの、バイデンが言ったんですよ、ジェノサイド。だここでは、あの、大虐殺っていう訳じゃなくて、なんて言ったらいいのかな、大虐待ぐらいな感じですかね。虐殺してませんからね。まあ、臓器を、あの、臓器はあれで法輪功ですよね。Mr. Biden finished his campaign sounding nothing like the candidate who started it or the administration he had once served. これがくせ者ですね、この文章。もう一回読みますよ。Biden finished his campaign sounding nothing like. Nothing like ってのはね、何々ほど素晴らしいものはない。このようなものは、何々ほど素晴らしいものはないっていう熟語ですね。だから彼は、あの、彼の選挙活動終わった、サウンディング、こういうふうな感じで、ナッシングライク、これをこういうこと素晴らしいものないほどの感じで、選挙、何が素晴らしいかというと、The candidate who started it、大統領に立候補したことの候補、立候補ですね。candidate who started it。もしくは、administration he had once served、彼が勝って、あの、サービスをした、あの、オバマ政権。もしくは今回、大統領として立候補したキャンディデート。ほど素晴らしいものはない。ような感じで、彼のキャンペーン活動があった。だから僕、何度こんなこと言うのかよくわかんないんだよね。まあ、要するに、結果としてはバイデン褒めてるんですけどね。この文章ね、ちょっと変わった文章ですよね。いいですかね。そんな感じで。He was bowing to be tough on China.ボーっていうのはこれ誓うっていうんですね。だから中国に対してタフっていうのはこれはね、あの、厳格にとか厳しくと。中国に対して厳しくしようということを彼は誓った。うん。で、これ、コーテーションついてるのは、そんなことねえよなっていう、そういう意味ですね。バイデンそんなことできないよなって、そういう感じですね。それからね、次はね、China may be wondering whether,All this is bombast. これ、bombast ってね、大言壮語とかね、大げさな言葉って bombast って言うんですよ。これ知らなかった。僕は知りませんね。これら全てのことが、ね、言い過ぎてるよなっていうことを wondering whether というかどうか中国は疑っているのかもしれない。wondering whether, wonder whether とかどうか疑問に思うと。あの、要するに大言壮語ね。前言ったやつ。あの、バイデンが習近平を悪党と言ったりね、それからもっと厳しく対応するとか言ってるけど、まあ、本当に言い過ぎしてるんじゃないのと、中国は思ってるかもしれない。Before Trump's presidency, トランプが大統領になる前に、There had been a long tradition of candidates belating China on the campaign trail. あの選挙活動の、あの、belating というとね、叱咤する。中国を叱咤する。トラディションと慣習ね。だから、大統領候補者が、あの、中国の悪口を言うっていうのは、長いね、あの、慣習だった。これ一人じゃなくて、キャンディデイツだから、候補者ね、20人くらいいたでしょ。Belating China on the campaign trail. Only to tone down their rhetoric. このレトリックっていうのは癖もんでね、あの、大げさに言うとかそういう意味があるんですよね。彼ら大げさに言うことをね、あの、トーンダウンする。And try to keep relation on the even keel once in office. これ even keel ってのはね、これも熟語でね、あの、安定してとか平穏に何でもないかの予想って、こんな even keel。in office 大統領に就任したら、once in office 大統領に就任したらね、あの、悪口言ったようなことをトーンダウンするだけじゃなくて、あの、穏便にね、関係を持とうとする。Try to keep relationship on even keel once in office って言うんですね。これはなんか、ただね、僕これ変だなと思ったのはね、トランプの大統領になる前で、例えば大統領になってね、であの議論の時は中国散々悪口言ってんじゃ、大統領になったらトーンダウンしてるかっていうと、必ずしもそうじゃないんですよね。で、これはどういう意味なのかっていうのは僕もよくわかんないんですけど、でも少なくとも、あの、選挙
の特にあのチャイナに対して悪口いっぱい言ったけど、それほどじゃなくてもう少しトーンダウンしてるよって、そういう意味だとすれば、このイーブンキールって言えば、まあそうかなという気もしないではない。で、ミスター・バイデンでリマークス。あの、バイデンの、ね、言ったこと、リマークス。give him wiggle, wiggle room. これはよく出ますね。これ、wiggle ってのは、wiggle room ってのはね、あれですよ。行動などの自由、融通、思考などの余裕、弁解などの余地。余裕っていう意味でよく使いますね。give him wiggle room to do the same。だから、バイデンにもね、あの、言葉もね、あの、同じようなことを、あの、もう彼は、あの、まあ、やるだろうという意味ですね。give him wiggle room to do the same。だから、トーンダウンするとか、あの、安定した言い方をするとかね、就任したら。で、despite referring to China as America's biggest competitor、アメリカの最大のコンペティターとして、中国に言及するけれども、despite、けれども、he has not called it the biggest threat。で、あの、バイデンはね、トランプと違って、call it China を最大の脅威とは呼んでいない。だから、biggest competitor だけども、脅威と呼んでいない。threat。that, he says, is Russia. that, 脅威はロシアだと。although the Biden administration is expected to keep the level of strategic competitor used under Trump to describe China。まあ、トランプがね、中国に対して、あの、ストラティコンピューターって言ったようにね、バイデンは、その、ロシアをね、戦略的なコンピューター、競争っていうラベルを、あの、貼ってた。ただ、これ、ストラティコンピューターと、それから、ビーゲストコンピューター、どう違うのかって、あの、ストラティコンピューターの場合は、あの、脅威があるという意味だと思うんですね、多分。単なる、あの、競合じゃなくて、戦略的に脅威のあるコンピューターというような意味があると思うんですね。だから、その前で biggest threat って言ってるんですね。advisors to Mr. Biden's team。バイデンのに対するね、顧問だ。say, there will be no reset。No, there will be no reset in relationship。あ、これはね、no reset っていうのはトランプの時と比べて、もう一回ご破産願いましたよってことはしないだろうと。But the president-elect, もちろんバイデンですよね、does talk about cooperation with China on issues such as climate changes and global health, which Mr. Trump eschewed ってのはね、これね、あの、否定するだったかな、避ける、意識を避ける、eschewed。トランプはね、もう反対したんですよ、反対したんです。climate change とね、global health、グローバルな、あの、健康、ですね、今までの健康衛生というようなものをね、課題を一時と中国と強調することについて、バイデンの話をしてるんだよと、ダーズでね。いいよね、ここまで。でね、What can be discerned of Mr. Biden's China policy?What can be discerned of Mr. Biden's China policy?あの、理解すると気づく。よく考えて調べた上で気づく。バイデンの中国政策についてよく考えて気づいたことは、looks like an amalgam。これね、アマルガムって合金ですね。混合物、アマルガム。of Mr. Trump's and Mr. Obama's。Mr. Trump と Obama のね。混合物のようだと、混ざったもの。Trumpian worries of China。これね、分かってる単語だけど、改めて日本語をね、これね、トランピアン・ウォーリーズ・オブ・チャイナ、combined with a preference for caution in handling strategic matters。これもね、分からない、あの、英語なんですね。これどういうことかっていうとね、ウォーリネスっていうのはここではね、警戒なんですよ。警戒。トランプですよ。トランプの警戒。中国に対する警戒と、combined with 合わさって、プリファレンスと、これオバマね、プリファレンス for caution in handling strategic matter。戦略的な課題を、あの、取り扱うあたって、ここではですね、caution って言葉はね、慎重さなんですね。
プレファランスって好み選択非思考だから、あとオバマの時はね、中国との付き合いは慎重に付き合う、トランプの時は警戒して付き合う、そのそれを合わさったのが今回のバイデンですよっていうことを言おうとしてるんですね。だからウォーリネスとコーションと難しいですね、この意味合いの取り方。僕はそういうふうに取ったんですけどね。でね、 He will be constrained、 制約される。 He will be constrained by a Congress、 議会ね、議会。 That Congress っていうのはこれ上院も下院も含めてコングレスって言うんですね。 That has become for more hostile to China in recent years、 近年中国に対してより敵を持ってきているその議会ですね、によって制約されるコンストレイン。それで、セネット、これは上院ですね。セネット、that may remain in Republican control will restrict his freedom to appoint people who hopes fear will favor more engagement with China。 これね、選挙の前に書いてあるから、だから共和党員がコントロールしているかもしれない上院ですね。これはもうリパブリカンが負けたんで、なんとか、まあ、ごまかして、民主党がごまかしてリパブリカンが負けたんで、だけどそれでもこれはこの当時はそのリパブリカンがコントロールしているかもしれない上院は、will restrict his freedom、 バイデンの自由を制約すると、 to appoint people、人を指名する。Who hopes fair? 高派が心配している人を指名する。高派っていうのはこれはリパブリカンですね、当然。で、その人はどういう人かと、will favor more engagement with China。中国ともっと関わることが好きな人を指名する自由をリストリスト、制約するかもだろうと。で、パブリックオピニオン、大衆の意見。パブリックオピニオン、may affect his policy、 彼の政策に影響を与えるかもしれない。ネガティブビューズオブチャイナ、中国に対してマイナスの考え方、have reached a historic high、 歴史的に高くなっている、ね、いるので民衆がねそういうことですね。それで of the many disputes between China and AmericaThat have grown more float under Mr. Trump。 この float っていうのは満ちたとかはらんだ、トランプの上でたくさんそういうふうなことがあった、米中とのね、多くの議論において Trade is among the most bitterly contested、 貿易が最もね、bitterly、 苦々しく競争されるされてるされてますよと、among the most bitterly contested。 Mr. Biden will inherit、 バイデンを受け継いだ、 inherit、 どういう何を受け継いだと、 smoldering trade war with China。 この smoldering ってのはくすぶるって言いますね。 inherit a smoldering trade war with China that was launched by Trump in a vain attempt to reduce a soaringバイラテラルトレードデフィジット。で、これは、上から見ていきますとね、スモールダリングトレードウォーウィズチャイナ。いいですよね。中国とくすぶった貿易戦争。は、that was launched by Trump。トランプによって起こされて、in a vain。結局、結果としてはダメだったんだけども、試み、attempt to reduce soaring bilateral trade deficit。だから、バイラテラルとこは多国間のって言うんですね。多国間の、二国間の貿易の赤字、ソアリングというのは舞い上がるを減らす試み。だから実際には結局バイデンが受け継いでもそう簡単にはバイラテラルトレードディフィジットはね、減らないよと言ってるんですね。インナーベインとかついてるから。それで、unlike Mr. Trump、 トランプと違ってアメリカズリーダーインウェイティング、もういろんな言い方するんですよ、この著者はね。これバイデンのことですけど、 is no fan of using tariff、関税はあまり関心がないか、関税はあまりノーファン、あまりかけたくない。to achieve such goal、 そうしたゴール、目的を達成するためにね、関税はあまり関心がない、かけたくない。 but he is unlikely to move
スイスでディスマントル、トランプとタリフ、オンチャイニーズグッド、中国の商品に対してトランプの課税をディスマントル、これ取るってことね、取る。あの速やかにムーブスイスで取ろうとはしないでいいんですよ。Please unlikely。取ろうとはしない。Even though they are、まあそういうふうに今課税してるけれども、取ろうとはしない。They are in effect、実際には、They are in effect、実際には、a tax that is mostly paid by American consumer。まあ、アメリカの消費者たちによってね、多くは支払われている。それはそうですよね。タリフをかけるってことは、値段が上がるから、上がった分って一般大衆が払うわけですよね。だから、ここではそういう意味です。Even though they are in effect a tax that is mostly paid by American consumers。アメリカの大衆が払っている。Some of Mr. Biden's advisor、アドバイザーの顧問団の何人かは、hope that、こういうことを希望している。retaining them、あの、タリフの税金をね、維持していることを希望する。at least for now、少なくとも今としては、will give American leverage、アメリカンレバレッジ。レバレッジって影響力、支配力。アメリカの支配力を与える。ね。課税することによって。in negotiation with China、中国と交渉するにあたって、over trade、貿易に、アダムとか、貿易とか他のことに対して、そういうことですね。そういうことですね。だから、まだ取らない。まだ取らない。え？その和訳の慎重って書いてあるところなんで慎重さですけどスペルが違いますよ。どれ？和訳でほら上でほらディサンとかアマルガムとウェアリーネスとかプリファランスとローション、コンスありますよね。そうそこ今矢印があるところ。うん。それ CAUT ですよ。あ、そうです。うん、そうです、はい、そうでした。はい、ありがとうございます。それでね。皆さん、この貿易摩擦の部分って、なんかゼロサムじゃないですか。うん。なんかここって、どういうふうに解釈するといいんですか？いや、だからさ、今は僕図を見せられないけど、はい、アメリカがタリフを上げれば中国もタリフを上げるってことをずっとこの2年間ぐらいやってきたのね。チキンレースはね、うんうん、チキンレースやってきたんですよ。で なぜこれバイデンはね関税下げないかというとやっぱりその交渉として交渉の切り札で使いたいんですよ。だから関税下げるからお前のところも下げろってまあなんていうかなその一方的にバイデンになったからねじゃあ関税やめましょうねっていうと、はい中国っていう国はね、舐めるんですよ。バイデンを。要するに、譲歩してきたと見るわけですよ。中国人は。はいはい、対価21か条って覚えてます？ 1923 年に日本が出した。その時日本はね、申し訳ないね、みたいに出したんですよ。そうすると中国はね、日本人を舐めるんですよ。アメリカ人もそうだけど、こういうふうにしたいんだけどね、って譲歩すると、中国人は馬鹿にするわけですね。中国っていうのは。だから、ここでこういう言い方してる。シンプルに利で動くので、中国は。利っていうかね、ずるく動くんですよ。ずるくですよね。ずるくですよね。だから、本当に、なんていうんですか、外交は外交でやって、そういうふうに貿易やっていかないと、うん、ごめんごめんみたいな感じで、はいはいって、手元で戻しますよってやったら、それはちょっと正直すぎるじゃないですか。そうそう、だから外交政策ですよ。ストラテジックディプロマシーをやらないと中国とは付き合えないって、うん、日本人は一番下手なとこね。